はい、オルガンライフです。私、ミニマリストの生活、取り入れました。と言っても、いろいろものあるだろう。私が考えてるっていうか、ミニマリストの人も考えてると思うんですけど、ミニマリストイコール、倹約じゃないです。よして修行じゃないです。床を全部きれいにすることでもないです。最低限のものだけで生活する、それなんですよね。後ろにいろいろ額縁とかありますけど、これなんか突っ込まれる。でもしっかり管理されてる、掃除されてる。そして私が必要だと思ってる。そう考えれば、こういうものもミニマリストの最低の中なんですよね。一方、ペンが5本ある。それはミニマリストじゃないですね。ペンは1本にしないと。別に今、ペンのインクが切れても、すぐ変えますよね。なくすんじゃないか。それはなくさないでください。インクはなくなるんじゃないか。まあなくなっても1日ぐらい大丈夫。まあそういう人だったらその時に買えばいいですからね。使えない時間がダウンタイムになる。損失になる。そういうことであれば、毎日残量確認する。そういう方法で防げますからね。まあ仮に、もう一個持っときたい。であれば、バックアップでもう一つ持ってください。まあこれダブル瓶方式って言うんですけど、予備を一個持っとく。最大でもそこまでですね。なくなっても我慢できる。そういうものであれば、ダブル瓶じゃなくて、一個だけ持っとく。そういうものであれば、一個だけ持っとく。それでいいのかなって感じますね。もう私、一番多く持ってたの、ケーブルなんですよね。いろいろ物買った時に、ついしたケーブル、使うんじゃないかなと思って、取っといた。そしたらそれが箱2個、3個になるんですよね。まあこれ処分しましたね。次に本。非常に重要な本ですけど、一年間読んでなければ私に対しては重要じゃないっていうことで捨てました。私本、このぐらいの大きさのものが2段だったのを、まあ1段でこのぐらいにしましたね。DVD とか、まあ思い入れのある映画を1本だけ撮ってきました。他は全部処分。思い入れのある CD だけ。それ以外は処分ですね。まあこうやって物を減らしてったら、時間は増えましたね。探し物の時間はなくなった。撮影する時の準備時間も減った。掃除も楽になった。時間もお金もゆとりも増えましたね。まあ物が多いの。もう大体は重複してる。いつの未来に使うかわからないものがある。それだけだと思うんですよね。だからそういうものはぜひ処分してみてください。楽になりますよ。ということで、バイバイ。